こんにちは、サブチャンネル。サブチャンネルです。今ね、久しぶりに、お酒美味しい。オリジン弁当で買ってきたグラタンと、ソースチキンカツ弁当を今食べ終わって、で、もうちょっとつまみ欲しいなと思ったので、この前スーパーで買っといた、チキン照り焼きを買って、チンした。1本目は氷結のデリシャスピノワール、デリシャスピノノワールっていうアルコール7%ものを今全部飲んだので、2本目は氷結のシャルドネスパークリングニューってやつ。このシーン、なんかブドウ系、氷結のブドウ系のお酒めちゃくちゃ好き。これなんかシャルドネーとかデルシャソーとか、おしゃれっぽいのがね。今、飲みながら、最初ハートシグナルの2期を見始めて、ちょっと感動とか、なんか、感情をこう、うわっとさせたいなと思ったので、映画で、ネトフリのね、スイッチっていうのを今見てます。松たか子と阿部サダヲのやつ。検事の直と弁護士のまどかは、別れた後も長年腐れ縁を続ける元彼、男恋人同士。ある事件をめぐり法廷で対決することになり、これまでの微妙な関係に思わぬ転機が訪れるっていうやつです。これはね、ジャンルで言うとラブロマンスらしいので、ちょっと面白そうだなと思って見てます。ね、テレビが最近壊れて、ここに仕事用のモニターを置いてるんですけど、毎晩ね、だいたいエイペックスを旦那とやるので、その時にテレビが使えないと、まあ、画面が見えないから、毎晩ね、仕事用のモニターを、こう、こっちのテーブルに持ってきて、接続して、やってるっていう。これがアルコール7%で、こっちが5%なので、トータルで12%です。明日は7時から YouTube ライブをやります。5万人記念の YouTube ライブをやります。楽しみ。旦那もね、途中からか最初からか知らんけど参加するって言ってたんで、皆さんお手柔らかにお願いします。俺また納豆の混ぜる回数でみんな、視聴者のみんなにディスられるんだろうなーって言ってたよ。前確かなんか、俺納豆3回ぐらいしか混ぜないんだよね。それがコツなんだぜ、みたいなこと言ったらなんかコメント欄でそれは少なすぎます。もっと混ぜてくださいってめっちゃチャットでね。速攻撃を受けてて めちゃくちゃ面白かった。旦那は天然だから、ちょっとお優しくしてもらえるとね、嬉しいです。何の話だっけ？あ、そうで5万人に行って、もう本当に嬉しいです。1年半。だからこの日常の動画にしてから1年3ヶ月ぐらいかな。で、5万人っていうすごい数になっちゃって、すごい、すごい、すごい。まあ、変わらず、言うてさ、どこまでさ、YouTube をさ、続けられるかはわかんないんですけど。まあでも日常、まあ、ここね、日々の、ただの風景を切り取って出すみたいなのが楽しいので、引き続き、スプーンって落ちる時までは気持ちがやるかなと思います。更新頻度もね、もうちょっと上げたいんだけどね、仕事とか忙しかったり、まあなんかいろいろ生きてるとあるじゃないですか。だから、なかなかね、前みたいに2日に1回とかは上げられないですけど、
できる限り3日に1回とか。何の話だっけ。さ、5万人いったよ。あ、そうで、質問コーナーの動画、今度は、ちゃんと質問コーナーの動画出したいんだけど、最初の質問コーナーの動画撮ったのが3万人記念で募集を、質問募集して、前のね、引っ越す前のアパートで撮って、で、まあ、引っ越しとかでバタバタして、あー、全然編集できないってなってて、で、なんか間違えてデータを消してしまって、あーってなって一回白紙に戻り、で、もう一回こっちのアパートで撮った時にはもう4万人になってたので、4万人、なんかその動画で3万人記念で募集したんですけど、4万人記念になっちゃいました、みたいなこと言ってるんですけど、結局編集が全然ね、進まなくて、だから結局5万人記念も、3、4、5万人記念みたいな動画になってしまうかな。違う、言い訳じゃないんだけど、動画が長くて、元々のね、素材の動画が長くて、で、カットもやっぱり普段の動画より長いんですけど、それでね、めちゃくちゃ容量が重いのか、一個カットして動かすことにめちゃくちゃ時間がかかるんですよ。待機、5秒から10秒ぐらいその1個の操作で時間がかかっちゃうから全然進まなくて、私も普段慣れてる動画編集のやり方だったら全然パパパパパーンってできるんだけど、それはでも本当に進まなくて、物理的に時間が進まないっていうのがあるんだけどさ、っていうことで、もう本当にぼちぼちちょこ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 やってるので、もうちょっとお待ちいただければなと思います。ちなみにいつもより暗いかもなんですが、気分的に部屋の電気もつけたくないので、日光で。まあ、かなり閉めてるんだけどね。暗いよね。あ、閉めてるからかもだけど。アミヒャン。この後は、このチェキン食べながら、スイッチっていう映画の続きを見ます。まずおすすめのさ、映画があったら教えてほしいです。私は契約してるネットフリー、アマプラ、ユーネクストあたりは見れるので、私もなんかいい映画があったら、また SNS とか動画で言おうかな。ではでは、明日またライブをやるので来てください。